8月末に来たアップデートについてご紹介していきたいと思います。リッチ、はい、進行輪難易度270となっております。はい、どうも皆さんこんにちは、シロコチャンネルジュニとグッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日なんですけれども、はい、8月末に来たアップデートについてご紹介していきたいと思います。ではみそ汁の端末でチェックしていきたいと思います。では見てみそ汁。はい、まず一つ目なんですけれども、はい、トラストコインでこちら交換できたと思うんですけれども、まあ、トラスト100番になったユニットを売却してゲットできるトラストコインですね、はい、こちらは交換できるアイテム交換というところがあるんですけれども、こちらにラインナップが追加補充されておりますので、はい、こちらをチェックしていきたいと思います。こちらのショップからですね、右下のアイテム交換をタップしていただくとこのショップに行けます、はい、でこの今まで使ってきた残り何個っていうのが補充されているという状況ですね、うんうんうん、はい、プラス期限が、うん、聖剣伝説の2とさん、はい、そして、バルキリープロファイルのキャラクターたちの星5排出の子ですね、うん、の期限が追加されてます、はい、こんな感じで、フラミー、ランディ、ケビン、リース、ホークアイ、そしてレナス、フレイ、アリューゼの、はい、計8体が追加されてます、はい、で元々あったエスタークと竜王はそのままということなので、はい、まだ、ね、取ってないという方もまあ取れますし、あの追加をされているってものでございます、はい、あとあのこのタフポットちゃんとかね、はい、ポット系が、補充、うん、マックス10個に補充されていると。そうなんですよ、はい、何気に私あのポット一番使いましたね。わかる、ポットめっちゃ使いました。うん、うん、なのでね、ぜひ皆さんもあのご用があるところを使っていただければと思います。はい、はい、そしてもう一つ初心者さん向けにはなるんですけれども、はい、パーティーの総合力が追加されました、うん、はい、これはですね、パーティー編成のところで、はい、左上に総合力出てるんですけども、うん、今みそちゃん 75,562 となってるんです。こちらが総合力に、はい、そうなんですよ、はい、なっております。これがですね、ステータスが結構そのまま反映されてるものみたいで、うんうんうん、あの一概にねこの総合力が高ければ高いほど強いとは言えないとは思うんですが、うん、一応このパーティーが闇のイフリートと、うんうん、闇の精霊を倒した時のパーティーで総合力が大体 75,562 といったものでございます。何かのね、はい、指標になるんじゃないかなと思います、うん、はい、というわけで初心者さん向けにはなるんですけれども、総合力あることによって今どのくらいのね自分がパーティーなのかなとか、うん、例えば誰かのねあの倒したパーティーを参考にする際に総合力こんぐらいみたいなのが分かるとね、また参考になるかなと思いますので、ね、はい、ぜひぜひこちらもチェックいただければと思います。はい、続きましては、クエストの難易度という項目が追加されております、うん、はい、じゃあこちらのご紹介もお願いします。はい、普通のクエスト見に行きます、うん、こんな感じで難易度1と反映されてます。逆に例えば、はい、土の神殿最初にクリアするクエストですね、はい、難易度1に比べて、うん、ラピスの一番最後のこの深淵の混沌の闇ですね、はい、こちらは難易度77ということでだいぶ強くなってます、はい、これですね、あの多分ずっとプレイしてる方からしたら難易度ってどういう風にこう分かりやすくなるのっていうと思うんですけれども、うん、あの始めたばっかりの方はこうどんどんね、うん、こう例えば、土の神殿クリアできた、私の総合力では、うん、土の神殿の難易度1はクリアできるっていうのを分かるわけですね。分かりますね。どんどん進めていくと、例えば難易度30の敵には私の戦闘力、私のパーティーで勝てるなって感じるわけですよ、うんうん、ってなった時に、例えばこのサイリンの間、うん、こちらはですねデビルキマイラサイリンが難易度36ということで、うんうんうん、まあ、あの30でちょっと余裕だなと思ってる方が、うん、まあ、間違ってもブラキオレイドスには挑まないですよね。なるほどね、30でギリギリとかだったらね。そう、30でギリギリの方が間違ってもブラキオレイドスに挑まずに済む、まあそうですね、体力が無駄に消費せずに済む、うんうん、これは結構大きな問題だと思います、まあ、確かに一回さチャレンジして、まあ、バッカバカにやられたわみたいな、 そう、まあ、それをねちょっとある種イベントみたいなところもあるんですけども、はい、まあ、ちょっと心折れちゃう時もあるんでね、はい、そので逆にその他のなんか場所にあるその氷とかも、うん、あのどのくらいのレベルで挑戦できるっていうのが自分の指標で分かってくるので、そうそうそう、これもやっぱ始めたばっかりのゲームってそうですね、だいたい壁にぶつかってあるある、なんかとんでもない敵のとこ行っちゃって、うん、なんかあのイベントページとかにあるところの強そうなやつにひょろっと入っていって
ボコボコにやられて、いつになったらこれ私は挑めるんだ、うんうん、いつになったら勝負をしていいんだっていう時が来ると思うんですけれども、うんはいはい、まあ、それの一個の指標に、ね、うん、なってくるんじゃないかなといった難易度ですね、はい、なのでちょっとね、あの今度から、まあ、このこうクエストとかに、ね、挑戦する際は、ね、難易度も見つつ、うん、自分が今どんぐらいなのかなっていうのもチェックしていくといいんじゃないかなと思います。はい、ちなみに8月のアップデートで来たリッチ、はい、新降臨、こちらは難易度270となっております。そうですね、難しいですね。難しい、はい、なのでね、まあ、最強ここでね倒せるのは皆さん目指してやってるんじゃないかなと思うんですけれども、参考にしていただければと思います。はい、そして続きましてなんですけども、はい、ユニット一覧にこちらも便利機能追加されております。すべてのタブ、はい、そうなんです、通常とモノと強化と売却の方が分かれて、うん、イエーイなりましたね、みんな圧迫になった、ね、うん、そして全て一緒になったものが改めて出てきたと。そうですね、はい、まあ、これ理由なんですけれども、もともとは、端末によっては、その、うんうん、一覧が多ければ多いほど固まってしまう、あの、うん、挙動が固まってしまうという不具合が出てしまうので、うん、これ以上ユニットが増やせないという問題が起きていたんですね、うん、それを解消するためにこの強化と売却 の、まあ、あの通常のものとは違うユニットたちですね、うん、あのパーティー編成に入れられないユニットたちのタブを作ることで、うん、2つに分けることによってたくさん、よりたくさんのユニットが入るよという仕様になったんですね、はい、ボックスの圧迫をね、はい、なくしたってことですね。ボックスの圧迫がそれで解消されたんですが、うん、その結果起こったものがありまして、被害がね、そうなんですよ、あのトラストモーグリの、はい、指定されているトラストモーグリですね、はい、例えばこんな感じのこの子たちですね、はい、この、中身が指定されたトラストモーグリたちが、うん、合成しづらい、そうなんです、というのも、あの、うん、多くのユーザーさんが、うん、こうトラスト名だったりとかの一覧を見て、うん、まあ、どれぐらい溜まっているのかを判断して、うん、たくさん溜まっている子を合成するというやり方を取っていた方が多くあるんですね、うん、はい、ただこの2つに分けたことによってその合成が発見しづらい、そうなんですよ、どれだけのトラストモーグリを自分が持っているのかというのを発見しづらいという、うん、まあ、ちょっとしたフラストレーション、まあ、通常ユニットの合成、そうそうそう、トラストを上げる合成をするときに、ちょっと、ね、トラストモーグリが別、そうですね、別タブになってたので、うんうん、はい、発見できないというか、別で探さなきゃいけない、そうなんですよ、なんで、まあ、発見できなくて合成しづらかった部分が、うん、まあ、この全てのタブができることによってトラストモーグリがより合成しやすくなったよといった、うん、まあ、元の仕様のいいところを取ったようなアップデートですね、うん、はい、はい、あのこちらの注意点なんですけれども、うん、端末によっては挙動が固まってしまう方がいらっしゃるかもしれないので、うん、その辺はちょっと注意をしながら使っていただければと思います、うん、はい、トラストモーグリがね一緒に出てくる、うん、まあ、あの召喚もありますし、うん、フレンドポイントの召喚でトラストモーグリはね、あの星さんのものがゲットできたりするものもあるので、はい、もしねちょっと全てっていうタブで合成を使ってない方いらっしゃいましたら、はい、トラストマスターが取れるものもね中にはあるかもしれないので、はい、ぜひぜひ改めてチェックいただければと思います。はい、続きまして、はい、こちらはね、まあ、かなりやり込んでるユーザーさんにはすごい嬉しい機能だと思うんですけれども、うん、バフとかデバフですね、なんか効果が発生するなんかアビリティのターン数が見れるようになったというの、うん、おー、ありがたいです、はい、じゃあ早速見に行きましょう、うん、じゃあちょっと降臨でね、今何もないですか、よくある感じですね、今何にもないですね、このデバフもターン、あ、デバフのターンも出ます、こんな感じで、おー、自分がこの非属性耐性ターンが、はいはい、いつまであるのかっていうのが分かりますね、相手のやつもある、相手のやつもあります、こんな感じです、え、めっちゃ分かりやすくないですか、めっちゃ分かりやすいですね、4ターンもあったんかいみたいな感じですけどね、はい、で逆にニコルでちょっとかけてみますと、はい、じゃあこのニコルの番号はいくらだったのか、ちらっ、はい、こんな感じでダメージカットが3ターンで攻撃防御魔力精神のステータスアップが3ターン、やば、結構、うんうん、あのキャラクターによってはこのバフの管理が4ターン、うん、3ターン、2ターン、一旦いろんなものがあるんですね、そうです、最近5ターンとかまで出ちゃってますからね、そうなんですよ、うん、であのいろんなものがある中で、例えば、うん、そのニコルなんかは、うんうん、バフをね2種類かけることがあると思うんですよ、うんうん、ダメージカット3ターンと、うん、例えば攻撃魔力を上げる2ターンのもの、うんうん、そうするとなんか何ターンにいつかけたのかとかって、うん、こうどんどん後半になればなるほど分かんなくなっていってしまうところがあったんですが、うん、これで全て解消されるということですね、
そしてですね、さらに便利になった点があって、このバフ管理、はい、ターン管理がですね簡単になったことによって、このアクスターなど、うん、コンボでこうダメージを上げていく技、うん、特定のアビリティの攻撃力がアップっていうのをいくつも持っていて、うん、たくさん重ね掛けをすることによってより高いダメージを出すといった立ち回りをするユニットって結構最近増えてきたんですけれども、はい、増えてきましたね。まあ、そういう子たちの管理がですね、この特定のアビリティ効果アップというのでターンがねしっかり記載されることによって、うん、どれだけのものが勝っているかっていうのが目に見えて分かるようになりましたね。めっちゃ便利ですね、はいはい、なので、まあ、どれがどれかっていうのは自分で把握してなきゃいけないんですよ。名前が一緒なんで、そうね、特定アビリティの効果アップでも2種類のアビリティ効果アップがかかってるっていうのは分かるし、はい、そうなんですよ。その次の段にさらにかけた時に特定のアビリティ効果アップっていうのがなんと何ターン、はい、プラスでね、同時にかけられるかみたいなとこ見れたりするので、はい、めっちゃ便利ですね。便利ですね。はい、はい、というわけで今回は8月末に来たアップデートを紹介させていただきました。すごい便利機能いっぱい追加されてますので、ぜひぜひ皆さんの端末でチェックしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ、 バイバーイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやってます。概要欄にリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらの YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバーイ。